皆さん。この番組は世界に向けて発信する次世代エンターテインメント情報番組、その名もガンジュー。早いよ早いよ、気が早いよ。はい、今週2回目でございます。今週が2回目。はい、はい、まあ、今回から見始めたという方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に自己紹介をしたいと思います。過去録とかないんですか？あるのかな、あるんじゃないかな、わかんないで、まあ、気になった人はそっちを見るということでね、うんうん、井上奈々と申します。声優をやっています。アニメなんかもちょこちょこ出たりしております。はい、高井かな子と申します。多分声優をやっております。ラジオとかをやっています。頑張ってます。はい、そしてこの2人、七かなというユニットでもございます。はい、七かなとしては今オンエアしています、お願いマイメロディスッキリオープニングテーマを歌っていたり、はい、ラジオ七かなというものをですね、ラジオ大阪さんの方で、うん、毎週日曜日深夜11時半から12時半まで1時間生放送でやっております、うん、わーおー。そんな2人がお送りするこのゴンチューブでございますが、うん、今週はね、何をやるんでしょうね。まだ来てないうちから何をやるのかと身構えてしまいますが、本当に、ね、何もね教えてくれないんですよ、はい、あー出てきましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ギネスに挑戦でございますよ。わざわざね、こうやってね、シールまで用意してくださってね、優しいね。あら本当だわ、うん、じゃあ今週これです、うん、じゃじゃん、じゃじゃん。5分間で折り鶴を折った数のギネス記録に挑戦。あーすごい。あのですね、すいません、折り鶴がちょっと苦手なんですけれども、皆さん、はいはい、折り鶴を作れません。はい、井上さんも作れません。どうしましょうこれね、あの作り方とか、紙風船の作り方しかないよ。あったあった。折り鶴、ね、私たちこれギネスに挑戦とかがもうなんか折り紙に挑戦みたいになってるけど、じゃあまず、あ、じゃあ分かりました、これいっぺんにやりましょうね、5分間。いきますよ、いきますよ、準備いいですか、よーい、スタート。決まりました、ギネスですよ、気合い入れましょう。はい、潰しているところ、え、ところところ、あ、潰していた、あ、逆、あ、そういうことね、違うね、裏が、同じように袋を潰す、同じように、あ、ずれてきたよ、やだよ、2分半で1個作れてないという、まあ、ギネスがもしかしたら1かもしれないからね。そんなギネスやだよ。そんなギネスないよ。私たちにも可能性が出てくると思いますけれども、で、買わなかったね、残念だね。4分35秒です、あと30秒。じゃあ1個作ってね。うん、あんたは、私のことは忘れて。もう諦めちゃった。できたできた、カエルの足。じゃあチューリップ、ストップ、5分です、はい、5分です、はい、ピッピー、結果発表、酒井さん何作りました？誰か見て見て、チューリップ。すごいすごい、はーい、はい、井上さん、やった、可能性はここに、はい、ここにありますよ。というわけで、ギネスに挑戦できたのは井上奈々さんのみでした。1個でした。1個できました。ということで、よ、これは可能性ありますよ。私たちはギネスに乗ることができるのか。じゃじゃん。ギネス記録6つ。6個？え、これ早かったじゃん。もしかしたら可能性あるんじゃないですか。ね、ギネス記録を持つ、うん、エンテポエさん、シンガポールにお住まいの方ですね、
は2006年8月22日にシンガポール国立大学で5分間に折り鶴を折った最多記録6つを達成したそうです。素晴らしいな。ねえ、これならね、皆さんもあの普通に挑戦できると挑戦できると思うので、ぜひぜひストップウォッチ片手に折り紙折ってみてください。なかな、うん、お腹すいた、うん、お腹すいた、うん、知らない、もうすぐ本番ね。なんかないの？なんもないよ。なんかチョコとかさ、なんかよく持ってんじゃん。持ってない、私は持ってる人気だと思ってたの。持ってるでしょ。持ってないよ。いつも隠れてパク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 。思ってるよ。だからブク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 して。ああ、ちょっと待って、電話だから。え、でもうるさい。しすいません。もしもし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 。盛り上がらせてよ。もう本当最悪。あれ。ギョ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 。間違っちゃった。見てくれ。瀬戸内魚肉ソーセージだ。笑いあり涙あり仁義あり、おまけにパロディも満載とエンタメ要素てんこ盛りの人気アニメ瀬戸の花嫁。瀬戸花ファンならばぜひ手に入れたいデラックスな商品。1本約 90g と大ボリュームにもかかわらず、3種類の味が楽しめるスペシャルな魚肉ソーセージのセット、アニメ鑑賞中に小腹が減った時のおやつにぜひおすすめです。お味は青のり味、マグロ味、イワシ味の全3種類。これを食べた人しかわからないギョギョッと驚く美味しさです。美味しそう。1個止め。まあ仕方ないな。何味がいい？ね、イワシ、イワシがいいな。ダメ、あんまり。はい、山田さん、出番です。はいはい、行くよ。え、行くしてる。あ、電話電話、もしもし。皆さんもぜひお買い求めください。これを食べればあなたもゴンゾスタイル。かなさん、まずね、鶴の折り方から勉強しようね。困った。かなちゃんね、つるね、まだ折り紙いっぱいあるからね。はい、どうぞ。はい、頑張ってね。ありがとう。まず私普通にね、学校の勉強した方がいいと思うんだよね。いろんな勉強した方がいいね、かなちゃんね。そっか、私金がいいね。かなちゃん、そろそろお別れの挨拶したいんだけど、いいかな。いいよ。いいかな。いいよ。ということで皆さん、次回もGo and Shoot!